で、この二子玉療法、今日資料もね、一緒にお渡ししてると思うんですけども、まあ、何の話かなということからなってきますけどね、新型コロナウイルスに勝つために、ね、脂肪肝や生活習慣病にも効果的ですよということで、まあ、肝臓対策と脂肪肝対策になるこの対策がですね、コロナウイルスにも大丈夫だよ、いいんだよということをね、知ってもらえたらなと思うんですね。で、私がしている仕事をちょっと紹介させてもらうんですけども、まあ、肝臓の専門医といえば、肝臓に生じる様々な病態に対応しています。慢性肝炎、肝硬変、食道、胃、静脈瘤、肝臓がん、まあ、こういった病気をね、見ることになるんですけども、食道、胃、静脈瘤ってなると、胃カメラが得意じゃないとできないんですよね。なので、内視鏡も得意な専門医になりますし、あと、肝臓病っていろんな合併症が進むので、生活習慣病をきちんと見れないと、肝臓の専門医もやっていけないというのもあって、内科的な病気については、ほぼ一通り治療ができるような状態になっています。もちろん、脳外科とか、心筋梗塞とかなんかでね、専門の先生に紹介してますけども、普通の内科一般の、患者さんも見れる状態で診療を続けているんですね。で、札幌のこの肝臓クリニック札幌っていうところですけども、桑園駅って言ってですね、札幌駅の隣の市立札幌病院の、行ける駅のところにあります。なので、その駅まで来れるともう歩いて行くというビルの中にありますので、もし肝臓の病気でね、心配な方いれば、一回来てもらってどうしたらいいかって相談していくって方も多いですし、今はですね、B 型肝炎の訴訟をする方ですね、訴訟の資料を作るのが結構一般の先生ってやっぱりやり慣れてないので、ちょっと難しいっていう方もですね、私たちのところに来て相談して、弁護士さんと連携取りながら資料作りして帰っていくっていう方もいますので、もしそういったのもですね、相談したいと思えば、こちらの方に連携取ってもらえればと思います。で、実際、肝がん検診団の活動は肝がん検診が主体です。なので、肝臓がんの検診っていうと、血液検査と超音波検査を一緒にやってやる検診になります。なので、各地に行っては診療所みたいにしてですね、採血コーナーがあったり、エコーの部屋があったりということで設備整えてますので、どっちかというと専門の小さなクリニックが各地でその日展開しているという、そんな形で検診をやっています。で、現在はこの青丸の地区ですね、帯広もね、ありますし、襟裳だとか、稚内だとか、函館だとかということで、全島各地を回って歩いています。まあ、札幌から回っていますのでね、月に2回とかっていう形にはならなくて、雪のない時期で月に1回、年に1回回れれば、なんとかかなっていう形でやっています。まあ、理想的には肝臓がんのチェックはですね、年に2回超音波検査をしてもらえると理想的なので、がんのリスクのある方は年に2回ね、肝がん検診と地元のエコー検査を受けてくださいということで、連携をすることが多くなっています。で、先ほども言いましたけども、今年は帯広市で4月の17日にします。襟裳でやった後ですね、帯広に移動してっていう形でやっていきますので、希望のある方はですね、ぜひ電話して予約してもらえればと思います。であと、肝炎ウイルス検査もですね、ぜひ受けてほしいということで言ってます。これ、B 型肝炎、C 型肝炎って血液検査をしないと見つからなくて、普通の検診だとこの検査が入ってないこともあるんですね。だから、自分が B 型肝炎、C 型肝炎調べたことがあるって記憶のない方はやってないことがありますから、ぜひね、記憶に留めるためにも何回か受けてと言わないんですけど、一生のうち1回はね、受けてほしい検診になります。肝がん検診すると自動でね、調べることもできますけども、自治体によってはですね、無料でやってくれるところもありますので、もし調べたことない方はですね、ちょっと気に留めていただければと思います。で、今日はですね、健康になるためにどうしたらいいのかっていうところから始まって、新型コロナウイルスにも勝つために、脂肪肝や生活習慣病にも効果的だっていう話をして、で、最後にですね、歌を歌ってみなどお分かりしたいなと思ってますので、1時間弱、50分前後ですけどね、お付き合いいただければと思います。で、まずはじめにこのスライドを出すようにしてるんですけども、健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなっていうことを、今一度考えてみてくださいって言ってます。健康になるためには、まずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていても、あまりいいことはありません。健康な姿、やりたいことをしている姿を思うっていうのが免疫力、治癒力を上げる上で大事なんだよってことがね、分かってきています。そして、気持ちの持ち方も大事で、素直な心で、いつも笑顔で、ありがたいありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすっていうのをしているとですね、免疫力、治癒力が上がるんですよってことが分かってきますね。そして、病気のこと、勉強することも大事ですよってよく言われるんですけども、どんな病気で悪くなるとどうなるのかなってね、
悪くなることばっかりこう調べてしまう方がたまにいます。でもね、悪くなることばっかり調べるんであれば勉強はやめてくださいっていうね、まあ、どんなに悪くなっても良くなった人が良くなる治療があるのかってことを知るためにね、勉強はやってくださいって言ってるんですね。そして、まあ、辛くなってくるとどうしても不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなります。でもこれを続けるとですね、さらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしちゃうので、無理やりでもいいからね、いい方向に考えましょうなんて、ね、言ったりもするんですけども、まあ、患者さんにもですね、そんなしんどい時に先生それは無理やわってね、言われることもあります。で実際、私たちの、ね、脳みそっていうのは脳科学の分野でいろいろ研究されてますけども、不満や愚痴、誰かや何かに対して言ったとしても、全部自分に言ってるように受け取るんだってことが分かってきてね。何々のバカ野郎なんて言ったらですね、全部自分に向かって言ってることになるんで、もう自分がね、気持ち落ちていっちゃうね。そんな風になっちゃったら、どんなに嫌な人に出会ってもね、なんて素敵な人なんだろうって思うようにすればね、自分を褒めてることになりますからね。自分の、まあ、とにかく自分元気になればね、あの人がどうでもいいってわけにはいけませんけどね、自分元気でないと何も進みませんからね、そんな風にしてこう気持ち切り替えてくださいって言ってます。そして、まあ、私もですね、肝臓がんや胆がんの患者さんいっぱい見てきたのでね、もう治療するのめとか、もうやだこれらに悪くなる人ばっかりなら嫌だななんて思ったこともあったんですけど、気持ちを切り替える方法として、このより楽しいことを思うということですね、やっています。まあ、実際にあったことのように思うことが大事で、嫌なことを考えていてもためになることなんかありませんよと、健康でいるためにも理想的なことを思いましょうということにもつながるんですけども、まあ、実際私がそんなしんどい時にね、何を考えているかって言いますと、まあ、見てると体が出ないんでね、体がでかいと大体食べるのが大好き。私食べるのね、回転寿司が大好きで、回転寿司ならね、しめ鯖大好きなんですから、しめ鯖食べてる自分の姿を思い出せるとね、ニコニコできて、なんて安い方法だろうと思うんですけどね、そういったことをやったりもしてます。まあ、患者さんにはですね、60代、70代の方がね、もう増えてきたので、何がいいかなってこうやった時にね、お孫さんのことを思い出してみてって言うとね、大抵の方がニコニコするんでね、ってすごいなと思うんですけど、ここで大事なのはね、めっこいお孫さんを思い出すことでね、めっこくなくなったお孫さんはこの先きっぱり忘れましょうって言ってね、なかなかそれも難しい話だわって言われるんで、まあ、その他カラオケだったりね、趣味だったり旅行だったり、いろんなことをね、楽しいこととして思い出せる方はそういうのを使ってね、気持ち切り替えていってほしいっていう話をしています。そして理想的なこと、望ましいことを思うというのも実はコツがあって、できるだけプラスの内容で考えてみてくださいっていうことなんですね。さっきの脳科学の方でも言いましたけども、私たちの脳って結構素直に受け取ってしまうので、病気にならないようにとか、怪我をしないようにとかって思ってもですね、脳の方ではね、病気になりたい、あ、怪我したいよとかっていう感じで受け取ってしまいますから、それじゃ全く逆の効果になってしまいますから、それであれば最初から健康でいたい、元気でいたいって思う方が、脳の方はね、しっかり心も体もついていくように動いてくれますので、ぜひそんな風にね、やってほしいのね。ああ風邪ひかないようにしなきゃとかね、今だったらあコロナにかからないようにしなきゃなんて思ってたら、脳の方でね、はいコロナにかかりたいですねって、コロナにかかりやすいのにあちこちに連れ出してくれることしますからね、気をつけてくださいね。もう元気でピンピンしてようと思う方が免疫力上がるんだと。で最近はね、がんで死ぬ方増えてきてます。日本人の3分の1はがんで死ぬんだってことも言われるようになってきたんでね、がんになりたくない、がんになりたくないって思う人増えてるんですけども、まあ、これね、今の話でいくとね、脳の方ではね、はい、がんになりたいですねって言ってますから、そうじゃなくてね、元気な体、健康な体になるんだって思ってね、過ごすことが大事なんですよっていうことなんですね。そして、まあ、患者さんとはね、いろんな話するんですけども、何歳くらいまで行きたいですかとか、どうしたいですかなんてことをね、言ったりもします。まあ、私自身はね、100歳くらいまで生きてたいななんて思ってるんで、患者さんに対してもね、100歳目指しましょうよって話をね、よくするんですけどね、まあ、先生こんな病気があってね、本当に100歳まで生きられると思ってるのかいってやっぱり聞かれちゃうんでね、そしたら私も正直なんでね、分かりませんって答えるんですけど、ね、でもね、可能だと思わない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきた人って世の中にいっぱいいるんだから、諦める必要ないんですよって話をしています。私がね、医学生だった頃、もう30年近く前になりますけども、その頃はね、インフルエンザの飲み薬はできるわけがないんだって言われたんですよね。今ありますよね。肝臓がんもお腹を切ってがん取り出さなきゃ治せないよって言ってたのが、針で刺して薬だとか、飲み薬でがん消えるような話が出てきてるんで、医学の世界ではね、無理だと思われたことがどんどんできるようになってますから、長生きしたらしただけ、もっともっといい治療で元気になるチャンス出てくると思うからね、頑張っていきましょうよって話をよくします。でもですね、まあ、消費税も上がるしね、年金も出ないからね、先生やっぱり長生きしたくないわっていう人ももちろんいるんでね、まあ、それはね、社会も含めてね、自分たちのこう楽しい社会になるようにね、イメージして頑張っていってね、諦めないでいきましょうよなんて話をしています。あと、もう一つですね、患者さんにお勧めしている本があるんですけども、これ、ポジティブの教科書っていう本があります。
今日もですね、中古の本なんですけど、後ろで販売してるんですけども、これ武田双雲さんっていう方が書いてる本で、幸せになる3つの基本として、幸せを与えること、幸せであることに気づくこと、幸せな言葉を発して、幸せな態度を取るようにしてると、いろいろいいこと起きてきますよって話がね、手を変え、品を変え書かれてます。で、最初の方にですね、この恩返しスタイルっていうとね、感謝メガネ。とにかく感謝をすることによって気持ちが満たされると、いろいろいいことを聞きますよってなって話がされています。私もですね、これ2冊か3冊買ってね、トイレにも置いてあるんですね。で、トイレだとね、大体ね、一踏ん張りする間にね、瞳開きでちょうど読み切れるような感じのね、本なのでね、トイレに置いておくと何回も読めていいかなって思ってお勧めしています。で、これ新品で買うとね、消費税込みで1000円超える本なんですね。今日は特別に中古なので、消費税込みで1000円で売ってますのでね、よかったら買ってみてください。見るだけでももちろんいいのでね、ぜひ見ていってほしいと思います。で、今日配っている資料の中にもね、これスライドのやつ載せているんですけども、もう一つね、体にいいこととして、この3日食べなきゃ7割治るっていう本があります。これはちょっと販売してないんですけども、この中にですね、消食だとか、笑うこと、感謝すること、呼吸をね、長くすること、あと筋肉を鍛えていくことっていうのがね、長生きのコツとして書かれています。でこれね、消食はね、少なく食べた方がいいんだなっていうのは、なんとか皆さん分かると思うんですけど、筋トレについてはね、体をこう動かすね、いろんな運動をイメージするかもしれないんですが、実は筋肉をね、使えば動かなくてもいいんですね。要するに手を握るだとか、手を合わせてぐっと力入れるだとか、引っ張るだとか、あと太ももにただ力入れるだとか、お腹に力入れるだとかっていう、そういうふうに筋肉に意識して力入れるだけでもね、筋トレになるんです。ですから、もうね、コロナで自粛でもう外出れないから運動できないんですって言ったらね、テレビ見ながらこう手握ってるんですね。これだけでもね、骨がね、強くなったりだとかっていうふうにしますから、どっかこっかね、あとはね、足の指をギューってね、曲げる運動、足の指先をね、こう曲げる運動っていうのはですね、実は膝が良くなったりだとか、股関節楽になったりとかしますので、足の指をね、ギュッギュッて曲げるっていうのもですね、ぜひ意識してやるといいんだよってことでね、覚えておいてください。呼吸法はね、よく瞑想とかでも言われるように、吐いて、吸ってってやつをね、やるようにすると、自律神経とかいろんなところで、ね、調節されますし、笑うことはね、免疫細胞を活性化させたりだとか、感謝の気持ちっていうのもですね、いろいろいいことが起きてくるんですよっていうことがね、書かれてる本なんですね。なので今日のこのスライドを見てね、読むだけでもいいことありますのでね、ぜひ読んでほしいと思います。で、この話してるとね、本当に肝臓の先生なんですかって聞かれるので、肝臓の話をね、戻したいと思うんですけども、肝臓を元気にすると世界が救えるんじゃないかとね、私は思うんですよね。これ実は肝臓っていう臓器、いろいろ体の中の臓器でね、無駄なものほとんどないんで、どれも大事なんですけど、肝臓を大事にしようと思うとね、いろんな部分を大事にすることにもつながるなと思ってね、これによってみんなが元気になって世界が救われればいいななんてことを、ね、イメージしてるんです。で、肝臓の病気っていう風な分類をすると、生活習慣が原因で起こるものと、それ以外のものっていうね、分け方があります。生活習慣でね、一番ピッと思い出すのはね、アルコール、酒を飲む人は肝臓悪くなるよねっていうのをよく言うんですけども、実は脂肪肝っていうのはお酒飲まない人にも出てくることが分かってきています。で、生活習慣病以外では、先ほども話していた B 型肝炎、C 型肝炎というのはですね、日本の国民の命をたくさん奪ってきた病気なので、この肝炎ウイルスっていうのをしっかり治療することが、国民の肝臓病の中でもね、長生きさせるコツにはなるんですけども、今はこの B 型、C 型の治療はかなり進んできていてね、ほとんどの方が治る状態になってきてますので、この脂肪肝対策っていうのがね、大事になってきてるんです。で、脂肪肝っていうとですね、食べ過ぎ、運動不足、肥満やアルコールっていったことでね、なんとなくこう、太った人のね、イメージってことで思いつく方も多いと思うんですけども、大切なのは肝臓がんができる可能性っていうのは実は低いと言われてたんですね。で、生活習慣病、高血圧や糖尿病をね、起こした人たちが治療することによって良くなるんで、肝臓の専門医がここには手を出さなくていいんじゃないかななんてね、言われてたんです。でもですね、これがですね、NASH って言って、非アルコール性の脂肪肝炎という病気がね、分かってきたんです。これは1980年にアメリカの先生が報告したものなんですけども、当時は日本にはですね、この脂肪肝炎の人ってほとんどいなかったのね。だからまたアメリカの病気だわなんてね、悠長に構えてたんですけども、これがね、2000年ぐらいからね、どん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 日本人の中にもいるってことが分かってきたので、今は学会の中でですね、この脂肪肝炎のね、話がすごく大事になってきて、で、基本的には食事療法だとか運動することでね、良くなっていきますよっていう話にはなるんですけども、
先ほども言ったように B 型肝炎や C 型肝炎が治った方も脂肪肝炎を合わせて持っちゃうとより肝炎ができやすくなってしまうという問題が出てきますので、脂肪肝対策って実は大事なものになってきてるんだということなんです。でウイルス性肝炎については A、B、C、D、E という形でね、アルファベットで分類されているんですけども、今はもう B 型と C 型のウイルス性肝炎はお薬でほとんど治る時代に、治ったような状態になる時代になってきています。でこれは写真ではですね、こっちの、左側から右側にだんだん悪くなっていく肝硬変の状態の写真を並べてますけども、今はですね、もう肝硬変まで行く方はほとんどいない状態になってますので、肝臓病ではね、肝臓がんにならない限りはそうそう死なないっていうふうになってきています。で、肝臓病とともにね、注目されてきているのに、このサルコペニアっていうのがあります。これ実は肝臓病だけじゃなくてね、フレイルだとかね、いろんな病気と合併してくるんですけども、筋肉の量が減ると実は寿命が短くなるよっていうことが知られています。でアジアの基準、日本人の基準にもなるんですけども、男性であれば握力が26キロ、女性であれば18キロあれば天寿全うできる確率がありますよということで、握力をねちゃんとつけとくっていうのも大事なことですよと。でこれ握力計がないとね、ちょっと握力測れないよっていう人もいるんですけど、実はね日本人の基準の場合はね、ちょっと簡単なのがあって、ペットボトルのね蓋をね、開いてないのを開けるのが26キロぐらいで、開いてるのを開けるのが18キロぐらい。だからご夫婦でいるんであれば、旦那さんに開けさせて、自分は開いたやつを開けるってやれるんで、それがクリアできれば OK だよってことでね、女性の方は開いてないペットボトルを開けれなくても筋力的には問題ないので、別に何ですか、自分が悪いと思わずにですね、どんどん男性に開けさせて自分は飲めっていうね、そんな風にしてもらえればいいかなと思いますので、そんな風にね、自分の握力を時々チェックするきっかけにね、ペットボトルなんかもね、使ってもらえればと思います。で肝臓がんが何で起こるのかって話にね、ちょっと入っていくんですけども、肝臓がんはですね、肝炎が持続することで発生すると言われています。慢性肝炎、肝硬変へと進行する中で肝臓がんができてきますよということなんですけども、この肝がんの原因は何かっていうとですね、B 型と C 型のウイルス性肝炎がほぼ8割を占めていることが分かっています。日本人の肝臓がんの原因はまだね、この B 型、C 型のウイルス性肝炎がいっぱいなんですね。でね、結構がんで亡くなる、肝臓まで亡くなるよっていうとね、一般の方はねアルコールかなって思う方が多いんですけど、実はこのウイルス性肝炎で亡くなっている方が多いんです。でこのウイルス性肝炎もどうしてなったのかって調べていくと、医療行為でうつっている方が半分以上ですね。輸血だとか予防接種だとか注射器の消毒が不十分だったりだとか薬害だったりだとか、いろんなことで医療行為によって感染したっていうことを、やっぱ患者さん方が運動を進めていって、日本がやっぱり国がですね、肝炎対策をしっかりしていかないと、国民病としてこれだけ広がったのは国の責任もあるよっていうことでね、この肝炎対策基本法っていうのがね設立されて、今はその治療費の助成制度だとか、そういった検査のね、助成制度がいろいろ追加されて、肝臓病についてはね、かなりよく治療ができるようになってきました。そういった流れからもですね、この肝炎ウイルス検査、何度も出してますけども、受けたことない人はね、ぜひ受けてくださいっていうことになってきますし、B 型、C 型、ちゃんと見つけて治療すれば、8割の肝がんの原因がね、なくなってくれるので、肝臓がんになる人がかなり減ってきているんですね。で、ここでちょっと B 型と C 型の治療の話をするんですけども、B 型肝炎の治療は今は飲み薬が主流になってきています。で昔は B 型肝炎というのはなると治らないって言われたんですけども、今この飲み薬を続けて飲むことによって治った状態になる人、あと治ってしまった人が出てきています。なので B 型肝炎も治らないって言われてきたのが、実は治る人が出てきてるんだということね、覚えておいてほしいと思いますし、このお薬飲み始めたら医者が飲まなくて大丈夫だよ、治ったよって言われるまでは続けていく必要はあるんですけども、この飲み薬でね、本当に肝臓肝硬変になる人が本当に減ってくれて、助かっている人がたくさんいます。で C 型肝炎はですね、もっと進んでいて、2ヶ月か3ヶ月お薬を飲むだけでウイルスが消せるっていう時代なんですね。だ感染したウイルスを体の外に出しちゃって、もうね再発しなくなるっていう状態が作れるようになってきます。この飲み薬が出たおかげでね、昔はインターフェロンっていうね、熱が出たり何したりってすごい辛い治療をしてたんですけども、そういったことしなくてもね、飲み薬で治る時代になってきますね。で肝臓がんは肝炎が持続することで発生するっていうことからいくと、先ほどもちょっと言っていた脂肪肝から脂肪肝炎が起きて肝硬変や肝がんができますよっていう理由がね、こことつながってくるんですね。
で脂肪肝についてはいろいろな分類法があるんですけども、今主流なのはね、アルコールを飲む人と飲まない人という分け方があります。でアルコールを飲む人が脂肪肝になるのはなんとなく分かりやすいんですけど、アルコールを飲んでない人がなんで脂肪肝になるんだというところが、ね、非常にややこしかったね。でその中でもこのナッシュっていう状態が肝炎を起こした状態で、肝硬変や肝がんの原因になるということでね、注目されています。で脂肪肝というのはですね、実は肝臓の細胞を取ってきてこう顕微鏡で見るとですね、この右側の状態、白いポコポコがね、いっぱいある状態、これがね、白いところに実は中性脂肪が溜まっている状態で、肝臓の細胞の中に脂肪が溜まってるのね。で正常の人はこんな風にほとんどピンク色に染まるようなね、綺麗な細胞をしています。でこんだけ脂肪が溜まってくると肝臓の細胞が押しやられて働きが悪くなるなっていうのはなんとなくイメージつくと思うんですけど、これに炎症が重なるともっともっと肝臓がね、悪くなっちゃうということで問題なんですね。で脂肪肝のチェック自体は血液検査や超音波のね、お腹の検査でね、やることができます。でこれは超音波の写真なんですけども、正常な人が左側で、右側は脂肪肝、こっちの右の下のところ見てもらえるといいんですけども、これ腎臓とね、肝臓が写ってるんですけど、腎臓が黒く写って肝臓が白っぽく写ってるのが分かるかなと思うんですけど、この状態がね、脂肪肝の状態だって言われています。でこの超音波ではですね、 20% 以上の脂肪肝にならないと画像上は出てこないと言われてますので、軽い脂肪肝についてはね、血液検査でチェックしなきゃいけない。で血液検査もですね、男性であれば ALT の値が25、女性であれば17を超えると脂肪肝だというふうに推測されるようになんですね。でこれ血液検査詳しい方だとね、実は35とか40ぐらいまでがね、正常値って言われてて異常なしと判定されるんですけども、肝臓の専門医からすると大体20を超え出すと脂肪肝になってきてるなというふうに考えますね。ですから正常値の人でも脂肪肝の可能性があるというのがですね、今検診だとか同行協会の方ではね、すごく重要視してくれていて、ちょっとでもやっぱり肝臓の数字高ければ、もうとにかく肝臓の専門にかかってくださいっていうね、指導がされるようになってきています。でしっかり治療ができるとですね、この方は早かったんですけども、半年ぐらいで脂肪肝が治っちゃう人もいます。でこれはですね、左の下のところがこう白っぽい肝臓がどんどん黒っぽくなってね、グレーになってるのが分かると思うんですよ。ここからそこでね、半年でね、しっかり治っちゃったね。ここまでね、すごく簡単に治る人はね、そうそういないんですよ。やっぱりね、何年もかけてなってる脂肪肝なんで、1年2年はかけるぐらいの気持ちでね、良くしていくんですけども、脂肪肝自体はさっきのウイルス性肝炎と違ってね、治療、食事療法だけでどんどん良くなれる可能性のある、そういった状態なんですね。で血液検査の数字で見ていく と、体重自体はですね、この人62キロあったのが53キロか55キロぐらいまで下がってるんですけどね、 AST が70あったのが14ぐらいまで下がってますし、ガンマ GTP もね、21あったのが1桁までなんですね。だから本当に良くなると20を切ってくるっていうのがね、こういった方を見てもね、分かってきました。で大事なのは、体重がね、そんなに減らなくても肝臓の数字って良くなることがありますから、体重が減らなくても食事療法を頑張ってやっていくと良くなることがあります。で脂肪肝についてね、さらに分析をしていくと、脂肪肝の人の7割に肥満があることが分かっています。で、ああ脂肪肝ね、太ってる人がなるよねって分かりやすいかと思うんですけど、逆に言うと 30% は肥満ではないんです。つまり痩せていても脂肪肝になることがあるんだっていうのがね、日本の特徴なんですね。で日本人というのは実は痩せていても糖尿病になっている人がいるのと同じで、すごくね、蓄える力が強いんですね。だから飢饉だとか食糧難にはね、すごく強くって生き残れるんだけども、たくさん食べる時代になると死んでしまうというね、なんともね、不幸な民族なんですけどね、まあ世界の食糧難を救えるのは日本人だってね、そう思って少なく食べてみんなに分けてあげればいいんだって言ってやるのがいいのかなって今思ってますけどね。こんな形で痩せていれば大丈夫が、ね、当てはまらないということがすごく大事なんです。でこの脂肪肝はほっとくとどうなるかっていうと、肝硬変や肝がんになる可能性がありますよ。だいたい1000人に1人はですね、年間肝臓がんができているよということがね、推測されているんですね。あといろんな病気が起こりやすくなります。糖尿病だとか高血圧だとか心臓や脳の病気、こういったのもね、起こりやすくなるよって言われてますし、あと、がんもですね、全身のがんが起こりやすくなることが分かってきています。脂肪肝ってなんでがんにつながるのってね、
思うかと思うんですけども、実は肝臓ってですね、免疫のバランスを取る機能がすごくあるんですね。だから肝臓が元気だと免疫が整っているので、あちこちにできたがん細胞をしっかり処理することができるんです。それが肝臓が自分を治すのに精一杯になっちゃうと、そこまで手が回らなくなるので、まあ、がん細胞できやすくなるよ、残りやすくなるよってことでね、いろんながんが増えるってことが分かってますから、脂肪肝だからほっといていいじゃなくて、脂肪肝ぐらいでもしっかり体の状態を、ね、整えていかなきゃいけないんだっていうことでね、覚えておいてほしいと思います。アルツハイマーだとか認知症なんかもですね、脂肪肝で高まるようなことも言われてますのでね、今まで脂肪肝っていう肝臓の専門医もね、簡単に考えてたのが、ここまでね、全身に影響を及ぼしてるんだということでね、しっかり対策を取りましょうというふうにだんだん変わってきています。で、ここでちょっとね、コロナウイルスの対策の話になるんですけども、まあ、マスク、うがい、手洗い、距離を取るというのはね、もう皆さん3密避けるだとかでいろいろ言われてます。ただ落ち着いて考えてみればね、マスクして15分以内で1メートル以上離れていれば感染することなんてほとんどないんだなっていうことになります。で、実際にそれを考えていくとね、大抵の生活ではね、日本人ってあんまりこうくっついて過ごさないんですよね。ですから大体こう1メートルくらい離れて話しているようなことも多いですし、あと、公共交通機関でもね、まあ、めちゃくちゃ喋って大声でとかっていう人がいれば別ですけど、大体みんなおとなしく乗っているので、クラスターだとかがほとんど発生してないことも分かってきてますし、飲食店だとか宿泊施設もね、マンボウですごくこう制限してましたけども、実際にはああいったところでクラスターや感染がほとんど起きてないことも分かってますね。ただ目に見えやすい対策っていう意味ではね、皆さんに周知する上では便利だということで、そういうふうにされたところもあるかもしれませんけども、まあ、とにかくちゃんと対策を取っているところで行動する分にはね、ほとんど移らなくなってきてるよということでね、覚えておいてほしいと思います。で、マスクもですね、実は飛沫を飛ばさないために必要なので、症状がある方がするのにはすごく意味があるんですけど、症状がない方の場合はね、そんなにこうくっついて歩かないんであれば、外を歩くときなんかはですね、鼻でちゃんと呼吸した方が鼻の免疫力が上がりますから、外を歩くときはね、できるだけマスク外してちゃんと呼吸した方がいいので、今マスクしすぎる方がちょっと心配になってきますから、もう大体もう言われたらすぐしなきゃならない状態にはありますからね、ちょこちょこするのはいいんですけど、外すタイミングを忘れずに外してね、ちゃんと鼻で呼吸して免疫力を上げるっていう時間をね、作るようにしてほしいと思います。あと、そうですね、マスクしすぎに注意しましょう。で、コロナの対策ではですね、実はトイレがね、感染源になっていることがちょっと分かってきています。なので、トイレを共用するときに換気だとか消毒をしっかりするっていうことを気をつけてもらえるといいだろうと。医療機関でもね、結構対策取るんだけど、マスクとか全部してるのに感染が広がるっていうのはね、トイレが原因だったことが結構分かってきてますので、もしそういう、こう症状のある人だとかがお家にいる場合は、トイレの、ね、換気だとか、そういうのをしっかりやると、うつりがね、少なくなりますよってことが分かってきます。あと、緑茶だとかね、ビタミン D っていうのがですね、注目はされていますけども、まあ、こういったのをですね、実用しながらやっていってほしいと思います。で、ここからですね、ニコタマ療法を伝授しますっていう話に入っていくんですけども、まあ、これ新型コロナウイルスに勝つためにということで、ね、話をしています。で、ワクチン後の、ね、体調不良の方にも効果的ですのでね、ぜひ肝臓を元気にして免疫力のバランスをとって頑張ってほしいと思います。で、このニコタマ療法の話はですね、いろいろ雑誌で取り上げてもらうことができたので、今日皆さんにお配りしているのね、そういった雑誌の中のコピーの一つになりますので、後で読んでほしいと思いますし、先日、去年かな、女性自身でもですね、取り上げてもらったりとかしてました。で、このニコタマ療法ですね、実は私の医者としての経験と実践の中から見出してきたもの、まあ、実は私もかなりね、太ってた写真先ほども見てると思うんですけど、もう痩せなきゃと思ってね、痩せる方法を一生懸命探してたね。で、その中で見つけてきた方法が、あら、肝臓にも良かったわっていうことになってるんだけど、これ栄養指導で痩せる人と痩せない人、まあ、自分はね、痩せない人だってね、なんでかって、だって続けられないんです。我慢することが多すぎます。できる患者さんは偉いなと本気で思います。なので、栄養指導してね、痩せてもらうのは諦めてました。だって一度は二度はに進めるけど、自分だってできないだからと思ってね、すごい後ろ髪引かれるような思いでね、すごく切なくなるしね、まあ、患者さんにね、診察してこう説明するじゃないですか。そしたらね、患者さんもね、わかりました、頑張りますって言ってね、出てくるんですけどね、そしたら看護師さんとか言ってね、先生には言われたくないよねとかっていう話聞こえてくるんでね、はぁーとか自分痩せないとダメだよなとか思いながら、こういろいろね、自分ができる方法が見つかったらみんなに進めようと思ってね、いろいろやったですね。そしたら体重が減り始めて、これをもっとね、体に良い方法ってやってる先生いないかなっていろいろ調べたらですね、この原始人食、パレオダイエットっていうのはね、意外とこういろいろ食材にこだわってね、体に良い食事の仕方ってことでやってたんで、これをですね、中心にやり始めます。
このパレオダイエットの本はですね、今日もあの後ろの方に あったよね、置いてあると思うんですけども、まあ、この中で、炭水化物抜きダイエットに似てるんだけど、炭水化物自体はね、ちゃんと取らなければいけない栄養素なんで、その比率をね、変えながらやっていくっていうやり方なんですね。で、この顔写真はですね、8キロ痩せてる時の写真なんですけど、あんまりわからないって患者さんによく言われるんで、もうちょっとね、痩せてるのがわかるのが体の写真ですね。これで23キロぐらい痩せてる状態、まあ、今の状態とね、ほとんど同じなんですけども、まあ、この食事療法して5年ぐらいでね、12キロ減った、5年で23キロぐらい減ったのか。で、すごくね、データも良くなりますね。病院だと年に1回は血液検査を受けることになってますので、こんな風に肝臓の数字が赤かったのがね、しっかり黒くなって、私脂肪肝だとかコレステロール高かったのがね、改善してるね。あら、食事療法だけでこんなに良くなるんだってね、自分自身もびっくりしたんですけども、まあ、これね、一方でやばいなと思ったのはね、薬が出なくなるなとかね、ちょっとやばいなと。ね、薬の収入が減ると病院結構傾きかけない、まあ、でもこうやって食事療法だけで良くなる人がね、検査に来る人数増やせばね、なんとかなるかなと今はね、一生懸命食事療法の説明するようにしてですね。で、このニコタマ療法簡単なんですって書いてあるんですけども、まあ、魚と肉と野菜と果物をねたくさん食べるようにするっていうのが実は発想のね、背景にあるんです。逆に言うとご飯とパンと麺は食べなくてもいいんだよっていうことになってくるんだけども、さっきの脳科学の話と同じで、ご飯とパンと麺食べないようにしようって思うとね、脳の方でね、ご飯とパンと麺食べましょうって変わっちゃいますから、そうじゃなくてね、魚と肉と野菜と果物を食べましょうって思うことが大事ですよ。で、具体的にはですね、卵2個とご飯とパンを引き換える、取り替えるっていうやり方をしてほしいよね。朝のパンを卵2個に置き換えるだとか、やるだけで体重が減る人がいます。これね、やってみるとびっくりするんですね。患者さんにもね、1日今できれば1回か2回ご飯とパンと麺取り替えてねってやるんだけど、1ヶ月後来るとね、だけ2、3キロ痩せてる人とかもいるんでね。で、患者さんにね、いや頑張りましたねって言うとね、なんか頑張りませんでしたよとかって、でも卵食べたでしょ、あ、卵ね、食べましたって、ご飯もちゃんと取り替えたでしょ、取り替えました、いやそれで十分頑張ってるんですよって、全然なへこたれずにね、なんか変にもしない人がいますけど、基本的には、ね、それをやるだけでもね、良くなる方がいます。これは糖尿病だとかの人もこれで結構良くなる方いますので、まずは卵2個と主食を取り替えるってことをやるだけで、ね、で大事なのはね、おかずまでは手を出さない、おかずは同じでいいですから、主食を卵にするっていうだけでね、良くなる人がいますので、これで体重減らなかったらちょっと食べる量減らしましょうっていう作戦に入ってくるんだけど、大体これでね、3分の2ぐらいの人は体重が減り始めるので、すごいね、楽ちんでやってます。で、体重が減るときに気をつけなきゃいけないのは、筋肉が減るとちょっとまずいなってなってでしょ。で、卵はですね、食べると筋肉を増やすね、アミノ酸がいっぱい入ってる。だから卵食べながら痩せると意外と筋肉落ちないで痩せることができるので、これもね、一石二鳥だなって話だったね。で、なるべく食べないようにしてほしいものっていうのはですね、大量生産されているものを、添加物多いものを食べないようにしてほしいということで気をつけてほしいと思うんです。で、最近はですね、カロリーゼロだとか低カロリーの食品で、ね、結構増えてるんだけど、あれ人工甘味料を使って甘さそのままでね、カロリー落としてることが多くて、そうすると人工甘味料って添加物なので、肝臓にとってはね、異物なんですよね。だから普通に糖分を取ってもらった方が肝臓的には楽になりますから、カロリーゼロだとか食べるぐらいだったら普通にね、砂糖だとかを使った食材を取るようにしてほしいと思います。で、いろいろですね、コーヒーだとか緑茶にもね、いいことがありますよっていう研究が出てます。これはですね、緑茶ではね、腸内細菌整うようだとか、コーヒーではね、脂肪肝になりづらくなるようなんてことが書かれているんですけども、まあ、こういった嗜好品やる上でね、大事なのは自分の好きなものがね、いいことがあるんだっていうのはいいんですけど、嫌いなものをわざわざいいからって食べたらね、かえって良くないですから、そこはあまり間違いないようにね、コーヒー嫌いなんだけど脂肪肝にならないから飲もうかななんてね、コーヒー嫌いな人は飲むことでそれでストレスになったらそれで逆な効果になりますからね、そんなことしないで好きなものがいいことがいっぱいあるんだってことでね、調べていってほしいと思います。で、おすすめの食材のまとめっていうのをね、今日配った資料にも印刷してあるんですけど、これはパレオダイエットの原神食の本の中に書いてあるのをこう切ってきてね、買ったんですけど、佐木谷先生がね、この青い字で書いてる部分はその後ちょっと変更したところなので、こういったのもちゃんとつけて患者さんにあげてねっていう話をしてたので、これ油の取り方がね、すごく変わっていて、今魚の油だとかオリーブ油だとかエゴマだとかすごいいいよいいよっていう状態になってるんですけど、油ってね、結構ね、何年かすると、ね、逆だっていう話が出てくることがあるんで、油をたくさん取るっていうのはあまりしない方がいいですよ。調味料だとかでバランスよく取る分にはね、問題ないのでいいんですけど、もうそれこそコップで飲むだとかね、やり始めると偏りますので、油についてはあまり偏った取り方はしないようにしてください。
あとナッツ類もですね、体にいいよって言ってたけど、そんなに取らなくても普通に楽しむ程度の方がいいでしょうということが言われるようになってきました。で、卵がおすすめっていう話をね、今までしてきたんですけども、結構ね、びっくりする方がいます。え、卵ってコレステロール上がるでしょとかね、動脈硬化進むでしょっていうふうにね、覚えてる方が多いんですね。まあ、実際、私もそうやってね、教えられてきたんです。そうやって患者さんに指導もしてきたんですけど、2015年からはですね、実は食べ物でコレステロール下げるっていうのはあんまりしなくていいよっていうふうに変わってきちゃった。これアメリカでも日本でもそうなんですけど、まだまだ昔の知識で卵ダメだよって言ってる先生も多いんですけども、何を食べてもコレステロールが上がるっていうね、家族性のコレステロール血症の人は卵を食べても上がるんです。それは別な話にはなるんですけど、そうでない人は大抵卵を食べ出すとコレステロール下がる人が多いです。大事なのはね、卵をどんどん増やすんじゃなくて、ちゃんとこう取り替えていくことでね、それによってカロリーがね、下がってくるっていうことが分かって、コレステロールも下がりやすくなるよ。で、筋肉を増やすロイシンっていうアミノ酸も豊富ですよってことも分かってきたんで、これね、2015年に分かったことなんで、まだまだね、卵ってコレステロールの制限になくなったんですね、なんて言ってもね、お医者さんによってはね、何言ってんの、なわけないでしょっていう先生いますので、そういう先生に出会ったらね、知らないんだなと思って許したりですよね。で、卵の方もですね、いろんな栄養素があることが分かってきています。まあ、ビタミン C とね、食物繊維が入ってないので、野菜とか果物を取るのは卵と一緒にするのがすごく大事です。で、ビタミン D もですね、たくさん含まれてますし、卵2個取るだけでもね、必要な栄養素の4分の1近くが取れるってこともいろんなことで分かってますので、下手なサプリメントで、ね、食べるよりは卵のね、黄身食べた方がよっぽどいいんですよね。だからそういった意味では、高いサプリ買うよりは卵10個ぐらい買ってね、食べた方がね、体にいいんだよってことでね、覚えておいてほしいと思います。あと、今コロナの対策ではね、ビタミン D をすごく取るといいよっていう話も出てきてるんですけども、まあ、ビタミン D を取っていると重症化しづらいっていうことも分かってきてるみたい で、ビタミン D って何に入ってるかなとか調べると、北海道の場合はね、鮭だとかサンマだとかね、よく取れる魚にいっぱい入ってるので、鮭やサンマ取るのいいし、キノコももちろんいいですし、あとはですね、忘れがちなのはね、日光浴でね、ビタミン D が作られますから、外散歩して太陽に当たるっていうのも、ね、すごく大事なことなので、こういったことを意識してやってもらえればいいと思います。で、ここにね、卵もね、しっかり入ってあるでしょ。卵の黄身もですね、ビタミン D が多いので、まあ、大体卵ね、6個か8個ぐらい食べると1日分のビタミン D になるよとかって言うんだけど、さすがに8個とか食べたら、卵以外食べれなくなるんで、そこまではしないでいいと思いますからね、うまくやってほしいと思います。で、卵がね、コレステロールを調節するってことまで、ね、言われ始めています。これはオレイン酸が豊富、実はオリーブ油に、ね、豊富なオレイン酸が卵にもたくさん含まれてるんですね。これあまり知られてないです。あと、飽和脂肪酸っていう油が多いのに、コレステロール上がりづらいよっていうのも実は分かっていて、ミリシチン酸っていうね、コレステロールを上げやすいアミノ酸や脂肪酸が、ね、入ってないってことが分かってるね。卵の油って実はコレステロール上げづらい油だってことも分かってきてるんで、そういった意味でもね、安心して食べられる食材になってきてるよっていうことなんです。あと、レシチンが豊富っていうことでいけば、細胞の膜をしなやかにするだとか、血管を柔らかくするんじゃないかとか、あと脳の代謝物質ね、アセチルコリンを作る原料になるんで、頭にも脳にもいいんじゃないかって話も出てきてるんで、まあ、卵ってね、調べていくといろんな栄養素がたくさんあることが分かります。だからコレステロール上げるからってね、週に1個しか食べれないよなんて言ってた時代がですね、今はもう卵をどんどん食べましょうという時代に変わってきてますので、ぜひですね、卵をうまく使ってご飯とパンと麺取り替えるってやり方するだけでね、いろいろいいこと起きてきますから、試してみてほしいと思います。これでぜひね、コピーの方も見てください。で、どうしてもお腹が空いた時に食べる食材として紹介しているのがですね、このなめたけ納豆というのをやると、納豆を3パックとね、なめたけ 50g ぐらいにするとちょうどいい塩味で、ご飯にかけないで食べれる塩味になりますから、私はよく当直の時にお腹空いたからやったらね、だら患者さんに3パックって言ったらね、無理って言われてね、確かに3パックは普通の人は食べれないからね、2パックぐらいだと1食ぐらいでいいかもしれませんね。それ人によってね、適宜増減してほしいと思います。あとはね、このね、うま卵っていうね、煮卵、うずらの煮卵を、ね、こうシンクパックにしたやつもね、最近売られてるんでね、だからこういったのをうまく使って、卵のね、いろんなことに足してやってもらえるといいかなと思ってね。で、この食事療法をやっていくと、食べる量が減ってきます。私もですね、今ね、1日1食なんですね。夕ご飯だけど、朝と昼食べないと普通に仕事してられる状態になる。でも、もともと3食食べてたんで、最初から1食にしたわけではありません。もう最初から、ね、3食を1食にしたらとってもお腹空いてできませんから、1食抜いて、あ、大丈夫そう、2食抜いて大丈夫そうってね、だんだんとやっていくと意外とね、大丈夫になってきます。
いや日本人って本当に食費かかんないんだなって、ね、自分ですごく思うんですけどね、まあ、でもね食べる量減るので食べたいなと思うとちょっとした切なくなりますから、食べたい時にしっかりねいいものを食べるというふうにするようにしていく。あと食べた方がいいものを思うというのはさっきのね脳科学の話と同じで、ご飯とパンと麺食べないようにしようと思うと脳の方ではねご飯とパンと麺食べましょうに変わっちゃいますから、そうじゃなくてね魚と肉と野菜と果物を食べるんだっていうふうにして食べた方がいいものを探すようにしてください。あと守るのは8割にして好きなものを食べてくださいっていうことね、週平日頑張ったら週末は好きなものを食べるんだっていうことでもう全然やむってね、とにかく食べたいものを食べるっていうんですね。でそうするとだんだんこうその週末のやむところもね守ってるもので好きなものに置き換えれるようになってくると、ずっと中間でやれるようになってきますので比較的楽になってきます。もうね 100% 頑張ろうってね日本人真面目だからみんな思うんですけど、それやるとね結構くじけた時にね、あやっぱり私はダメな人間だってことで落ち込みやすくなりますから、そうじゃなくてそれも含めてねリズムとしてやっていけばいいんだってことで、ね、私も何度くじけたことか分かりませんね。なのでそんな風にしてね患者さんも来ればね分かるって言いながら私もね一緒にね今度はこうやってみようかみたいにしてやってますので、ぜひね協会品岡でいろいろやってみてほしいと思います。でこの原始人食、実は最終的な目的はね、体を元気にするということでね、痩せることが目的なわけではありません。免疫力のバランスを整えたり、認知症だとか、いろんなアレルギー、アトピーなどもですね、改善してくる人がいますので、こういったところもですね、やっていくといいと思います。で、これをやってたらですね、これ40歳の女性の方、脂肪肝の方だったんですけども、この方もね、数字が高くって、140ぐらいあった人がですね、今はもう30前後まで下がってる。で、最初体重が全然変わらなかったんだけども、数字だけ良くなるっていうことが起こりました。なので、食事療法を改善することで肝臓が元気になっていって、それでその後体重が減るっていうパターンになることが一番多いので、最初体重減らなくてもね、増えなければ OK です。よくやるのがね、卵2個食べましょうだけね、頭に残ってね、普通の3食に卵2個足す人いるね。そうすると、さらに食べ過ぎですから、それは当然太りますから、卵を減らす、主食と卵を取り替えるっていうのをやることがコツになります。で、いろんな方法を試してほしいと思います。今はね、ニコ玉療法、原始人食の話しましたけどね、いろんな食事療法がありますから、自分に合った食事療法を見つけながら、体にね、良くなるものを探していってほしいと思います。で私自身はですね、25キロぐらい痩せましたけど、今なかなかこれ以上痩せなくてね、1日1食で痩せないっていう時は何をするかっていうと、1日0食を作るしかないので、本当にね、週に1回0食の日、これがね、なかなかね、家族といったら夕ご飯目の前に出てきますからね、なかなかそのことじゃダメでね、自分でもね、頑張らなきゃいけないなと思います。で、皆さんの資料につけてるんで、この野菜スープの話もね、載ってます。でこれはですね、東京の高橋先生っていう肝臓の先生なんですけども、スーパーで手に入れられる野菜で作れる美味しいスープないかなということで、組み合わせで、ね、作ったこのキャベツ、ハムニーとニンジンとかぼちゃがね、意外とこう甘くて美味しいスープ作れるよということでね、紹介してます。でこの本もですね、後ろで置いてありますので、大変によかったら見ていってほしいと思いますし、味付けはね、あまりしないでくださいって高橋先生書いてあるんだけど、味付けしないと食べれない人も結構いますので、味付けしてもいいですから、野菜とスープをね、しっかり取るんだっていうことで、味噌汁だとかそういったものでもね、日本人結構ね、近いものをやってますので、参考にしてもらえればと思います。あともう一つですね、このアーシング。静電気をね、体から逃がしてあげるっていうことを意識すると、体の調子が良くなる方がいます。腰痛だとかね、肩こりぐらいだったらね、これで良くなる人もいます。まあ、湿った砂浜を30分ぐらい歩くとね、体にいいよって話から来ているものなんですけども、まあ、電子をですね、体の中に取り込む、まあ、静電気を逃がすとね、同じことなんですけども、このアーシング、マットを使ったりとかするんですけどね、このマットですね、結構高くてぼったくってるところが多いですから、ここに書いてるリラクリフェさんというところはネットでも非常に良心的な価格で販売してますのでね、まあ、簡単にやろうと思えばね、洗濯機のアーストとか、電子レンジのアーソンで触っておけば静電気逃げてくるんですけど、あそこに30分触ってられませんのでね、椅子に置いたりだとか、枕元に置いたりとかしてやると比較的ね、楽になると思います。で気をつけてほしいのはね、血液サラサラの薬飲んでる方は効果がすごく良くなる場合があるらしいので、先生と医者、お医者さんとね、相談しながら、薬の量調節しながらやった方が良さそうだということでした。で、パーッとね、お話しさせてもらいました。健康になるためにね、なりたいです、また思いましょう。あと、ニコ玉療法、食事療法でね、肝臓を元気にして、ウイルス、コロナウイルスからでもね、勝てる体を手に入れてほしいと思います。で、肝臓の専門医、肝がん検診もそうですけども、データを見ながら、体が良くなっているのを確認していただければと思います。で、歌を聴いてくださいということで、私の歌の時間に入るんですけども、
で実は私歌を作ってましてね、このまずは1本っていう歌は前も言ったね、卵2個実は言ってみましょうよっていうことで、ね、作った曲なので聴いてみてほしいと思います。でこの後にですね、青い山脈をみんなで歌って終わりにしたいと思いますので、もうちょっとお付き合いください。
でこの後ですね、両相談希望の方は相談するんですけど、ちょっと後片付けとかもしながらになりますので、もうちょっとお待ちいただければと思います。それでは皆さんね、気をつけてお帰りになってください。ありがとうございました。